歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川猿翁さん、團十郎さんを忍ぶ会に700人参列。市川中車さんは偉大すぎる存在と父に敬意。市川中車。昨年死去した歌舞伎俳優の市川猿翁さん、市川團十郎さんを追悼する澤瀉屋送る会が1月28日都内のホテルで行われ、猿翁さんの長男市川中車さん、香川照之さんと孫の市川團子さんが取材に応じた。歌舞伎屋を中心に約700人が来場し、祭壇には猿翁さん、團十郎さんの写真が飾られた。猿翁さんは1968年に浜優子さんと離婚、中車さんは母浜さんの元で育てられた。猿翁さんとの初対面について1990年、25歳の年、父と一度も会ったことがない、このままでは父と会う機会がないのではと思い立ち、自分のことだけを考えて父に会いに行くことになりましたと振り返った。ある沼津に巡業中に車を運転して会いに行った。父は非常に怒って、あなたは息子ではない、あなたと別れて人生が始まったと言われたというが、ただ私にはあなたのことを愛しているとしか聞こえなかったと中車さん。團十郎さんは太陽のように微笑んでくれた。二人とも愛していると言ってくれているように感じた。一番幸せな日だったかもしれない。それくらい二人は対照的な対応だった。この話は時効だと思うので、最後に話しさせていただきたいと思いますと、大切な思い出を口にした。父について、偉大すぎて眩いすぎる。自分の中で解釈ができない。この人は偉大で怖い人なんだなと思ったと語り、襲名が決まって、初代猿翁三代目團十郎の50回忌。追善興行にはがきで日本一の富士山のような役者になれともらって、それが印象に残っていると目を潤ませた。また昨年5月に両親の自殺を手助けしたとして自殺幇助の罪に問われ、執行猶予中の市川猿之助さんについて、今回は遠慮したいと申し出あったとして欠席したことを明かした。市川猿翁さん、團十郎さんを忍ぶ会に700人参列。市川中車さんは偉大すぎる存在と父に敬意。市川中車でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。